ケイト・アンナ・ラズビーは、イギリスのフォークシンガー、作詞家である、サウス・ヨークシャーのペニストン出身、ザ・バーンズリー・ナイチンゲールとも呼ばれる。様々な全英フォークフェスティバルに出演しており、今日の最も著名な、イギリス人、フォークシンガーの一人とみなされている。2001年に、ガーディアン氏は、イギリス音楽界のスーパースターと評した、マーキュリー賞に、 ノミネートされた数少ないフォークシンガーの一人でもある。ラズビーは音楽一家に生まれた。歌うことに加え、ギター、バイオリン、ピアノの演奏を身につけ、幼少期や青春期の頃は、地元のフォークフェスティバルで数多く演奏した。女性のみで構成されたケルトフォークバンドのザプージーズに加入し、そのリードボーカリストになるまで彼女は、その活動を続けた。 そして1995年、彼女の躍進のきっかけとなったアルバムが世に送り出された。友人であり、バーンズリーのホークソング仲間でもあるキャスリン・ロバーツとのコラボレーション作品は単に、ケイト・ラズビーキャスリン・ロバーツと名付けられた。1997年には、家族の協力を得て、自身初のソロアルバムアワー・グラスをレコーディング、リリースした。それ以来、ラズビーは、 国内外で高い評価を得るようになった。家族は彼女のプロ活動のあらゆる面を支え続けている。2008年のラーマーツリーフェスティバルにて、ラズビーはフォークグループのイクエージョンのメンバーでもあったが、カーラ・ディロンがその後を継いだ。そのグループの初期の顔ぶれには、ラズビーのかつての共演者であるキャスリン・ロバーツと、マー・キュリー賞にノミネートされた歌手のセスレイクマンがいた。 でも CD のインセッションは小規模ながら市販された。未発表だった楽曲ワンダリングソウルはビリー・コノリー、S ワールドツアー・オブ・ニュージーランドのサウンドトラックに使われた。この番組はもともと2004年11月に放映された BBC テレビのドキュメンタリーシリーズである。ロナン・キーティングとのコラボレーションによりラズビーはイギリスシングルチャートで上位につけることとなる。 デュエット作品ウ a l l Over Again は2006年6月の時点で第6位に達した。アイドルワイルドのボーカルであるロディ・オンブルの大成功したデビューソロアルバムにもラズビーはボーカルで大きく貢献した。同じ年にはキンクスのビレッジグリーンプリザベーションソサイティをカバーしたものが BBC1 のシットコムジャムエルサレムのテーマ曲として使用された。 ジャムエルサレムの新シリーズのために、ラズビーは新曲をいくつか作成し、番組の音楽担当としてクレジットされている。2007年、ケンブリッジフォークフェスティバルで発表された、アルバムオークワードアニーは同年9月3日にリリースされた。ビレッジグリーンプリザベーションソサイティはボーナストラックとして収録されている。2008年には、スイートベルがリリースされた。これは、 伝統的なクリスマスソングをラズビーが彼女特有の上品な手法で演奏したアルバムである。2001年8月にラズビーは結婚した。相手はスコットランド人バイオリニストであり、かつてバトルフィールドバンドに所属していたバンド仲間のジョン・マッカスカーである。彼はラズビーのレコーディングの大半を制作し、アルバムザガール・フーク・ドゥンとフライの発表まではその活動に携わった。 それ以降、二人は離婚している。現在、ラズビーは、夫のダミエン・オカーン、犬のドリスと生活している。ドリスの話題は、ライブの間にする小話にもたた取り上げられることから、話の特徴の一つとなっており、ラズビーの関連商品にもその姿があしらわれている。2009年9月15日午前9時45分に、第一子のデイジーデリアラズビー・オカーンが誕生。 体重は8ポンド5オンスだった。2010年6月12日にケイトとダミエンは結婚した。ありがとうございます。